みなさん、こんにちは。竹脇まりなです。松木よに行ってきたよ。行ってきました。ということで、久しぶりのね、購入品の紹介をしていこうかなというふうに思います。リビングで撮ろうと思ったんだけど、今絶賛、模様替え中でございまして、ちょっと撮りづらかったので、なぜか洗面所で。やっぱベビタンが生まれてからさ、しょっちゅう模様替えしててさ、ベビタンの進化のさ、速さがさ、異常で異常でさ、もうどんどん歩くようになっちゃうし、なんか走ったりとかするからさ、模様替えが必須で、もうテレビとかもう、マジぶっ壊されそうになってさ、そうだからなんかテレビ台変えたりとか、なんかね、この辺もロックだらけにしてとか、なんかゲートつけたりとか、なんちゃらかんちゃらしてたらね、全然映せない家になってます、今。そうなのでちょっとリビングで撮るのをね一旦諦めました。そう、まあなんかね、ライフスタイルが変わっていくっていいですね。はい、ということで、購入品の方をねご紹介したいと思います。めちゃくちゃ日常の購入品ね、もうこれ紹介して大丈夫って感じなんですけども、結構前やった時もなんだかんだでちょっとご好評いただいてますので、順不同でいきたいと思います。じゃあまず1品目キッチンスポンジです。これは松木代さんのキッチンスポンジです。私キッチンスポンジ、この何グレーとかなんかこう色の主張がないやつが好きで、松木代こういう風にね5個セットとかで泡立ちのいいものが売ってるのでよく買ってます。緑、蛍光緑、蛍光黄色みたいな、なんか私はスポンジだっていうスポンジがね、私あんま好きじゃないんですよ。なんかインテリアも好きだし、なるべくねこう生活感っていうか、生活感出ちゃうんだけどね、出ちゃうんだけどさ、なんか主張をちょっとなくしたいっていうのもあって、可愛いものだけ主張してほしいので、こういうね主張の少ないやつです。あとどんどんいくよ。あー、これも今回久しぶりに買ったよ。詰め替え用の消臭ビーズです。そう、これも松木用のやつだわ。松木用のプライベートブランドなんですけど、こだわりないんですけど、なんかうちね洗濯機が壁に埋め込まれてて、でその横にねドアがあるんですよ。なんかこんな感じの、こんな感じのドアがあって、洗濯カゴをね動線的に用意するのがめんどくさいから、いつも洗濯物をねこの棚の中にぶち込んで、でそのまま横にある洗濯機にぶち込むっていうね、そういう構図になってるんですよ。ちょっとあんま衛生的じゃないかもしれないんだけど、ちょっと許して許して許して、誰も突っ込まないで。そしたらさ、やっぱりさ、まあ、どこに置いてってもだよね、匂いが気になってきまして、消臭ビーズを買いました。ちょっと構造的にね、どうにかしなきゃいけないところなんですけど、どうにもならないんです、うちは。そういう動線になってしまってるので。そうなんです。じゃあ次、これも松木用だ。柚子切りネット三角コーナーのやつ。もうこれがないと生きていけない。もう私、このストッキングタイプ、ネットがね、細かいやつよ。そうそうそう。こういう、こんな感じでさ、ネットにつけて、ポイってできるやつ。もう私、これがなくなったらね、もうゾワゾワしちゃう。もう絶対排水口掃除したくない。もう絶対したくない。まあ、するんだけどさ、なんか、もうこの子がいなくなっちゃったらね、すごい嫌だってなるわ。ここだから絶対切らせない。あとは、脱臭炭。脱臭炭も大事ですね。キムチ、生もの臭に効くって、もういいね。この、キムチ臭っていう、ピンポイントな感じ好きよ。ね、キムチ絶対うちありますから、ね、韓国人の方の家とか脱臭炭とかすごいあるんですかね。キムチがね、たくさんにあるしね。匂い系多いな。とにかく、匂いを手軽に撲滅したい。あとは、我が家の相棒、パストリーゼですね。これも、なんかなんだかんだ、あれだな、すごい常備菌になりました。ね、茶カテキン配合でっていうので、あれなんだよね、口に入れても大丈夫というか、食品にもね、使える、アルコールっていうことでね、使うようになってから結局、なんだかんだ、手放せなくなりました。詰め替え用買えばよかった。詰め替え用もありました。あとは、我が家の、流せるトイレブラシ。これもね、絶対もう、トイレの縁触りたくない。本当に触りたくない。もう、なんか、私基本的に水回りの掃除本当に嫌いで、
たまに好きな人いるよね。めっちゃ憧れる。キッチンは私担当で、あとお風呂も私担当か。で、こういう洗面所とか、あとトイレはね、ダーウィン担当なんですよ。そうだからね、ダーウィンが基本的にはトイレ掃除をしてくれるんですけども。ねー、やっぱりお手手でね、こういう風にキュ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 ってやるのはね、なんかちょっと抵抗あったりするので、こういうハンドルがね、あって手軽にね、キュキュキュってやってポイってできるのはね、最高です、うん、これも常備品、常備菜みたいなもん。美容系もね、買ったんだ。まず一つ目、パナソニックの、ボディシェーバーです。シェーバーね、顔の毛とか眉毛の毛とか、あの剃るやつ。こういうのもさ、ドラッグストアに売ってんだね。なんか私前回ね、同じようなやつ買って、前回っていうか何年か前に買ったんだけど壊してしまってで、これはね、2代目だね。で、やっぱりね、シェーバーって絶対あった方がいいなって思った。今更ながら。なんか、前使ってたやつが壊れちゃったから、普通のさ、カミソリがあるじゃない。なんか眉毛剃りますみたいな感じでさ、3本くらい入ってて、ピンク、青、黄色みたいなやつ、プラスチックの。あれでさ、眉毛をさ、ちょっと剃ったらさ、めっちゃ痛くて、その後、多分、久しぶりにやったから多分下手くそだったんだろうね。ちょっと私が悪いんだけど、でも、なんかね、剃ったらめちゃめちゃその剃った後の部分がさ、超痛くって、この茎周りのさ、おひげとかもさ、やっぱさ、処理したいじゃん？そう、ってなった時に、めちゃくちゃ普通の、シェーバー？痛い。カミソリ痛い。こういうシェーバーってさ、こう、お肌は切れないじゃん、絶対。そう、だからさ、もうシャ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 ってできるけど、あれね、やっぱり、普通の刃物のさ、シェーバーっていうのは、カミソリっていうのはさ、もう横にピッとかして、想像しただけで痛い。そう、痛くなっちゃうじゃんね。そう、ね、切ったりとかするから、いや、やっぱ電気シェーバーは最高ですね。あ、しかもこれ V ラインとかもいけるじゃんね。そう、だから V ラインとかさ、VIO とかもさ、私もね、ケアしてるんだけど、VIO とかさ、特にね、普通のカミソリ怖いからね、絶対シェーバーの方がいいと思う。ね、デリケートなゾーンだし。しかもこれ丸ごと洗えるから、お風呂でも使えるっていうので買いました。パナソニック。素晴らしい。なんか見た目も可愛い。あ、私の音も、これです。これもね、私産後、すごい多用してます。これ系。アホ毛直し。のスタイリング剤ですね。スティック系の。なんかマスカラみたいに見えるんだけど、アホ毛対策のやつですね。これ実はさ、この青いやつで、このプリュースオーポイントリペアピュアヘアスティックっていうやつをね、使ってたんだけど、なくなってきちゃったんで、買いました。こちら。保湿成分が入ってて、ツヤ出し&自然にキープっていうので、産後私もさ、あんまり目立たなかったけど、アホ毛がね、アホ毛っていうか、産後髪の毛が抜けて、4ヶ月、5ヶ月くらいかな。で、抜けて、そっからさ、抜けたところからまた新しい毛が生えてきて、ぴょん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 ってしちゃってたの。そう。最近はね、あんまり目立たないんだけど、そうっていうのがあったから、こういうのをね、多用するようになりました。これは初めて使うんだよね。すごい。ほんと、マスカラみたい。こういう風に、この分け目のところがね、ぴょんぴょんぴょんってなってくるので、こうやって押さえたりとかして、こういうね、アホ毛対策のやつって、なんかちょっとスタイリング剤っぽく、こう固まる成分っていうか、なんかちょっと軽く抑えてくれる成分が入ってるから、産後のアホ毛で悩んでる人じゃなくても、前髪ね、これから梅雨の時期にちょっとキープしたいとか、っていう時はちょっと前髪この辺とかね、使ってみるといいかも。この顔のね、周りとかも最近さ、耳の前とかちょっと短くしてスタイリングする方も多いじゃないですか。ここにシャッとつけてちょっとツヤ出しして感じでね、結んだりとかなんだりとかする時のスタイリング剤としていいんじゃなかろうか。これも必須、も絶対いる、絶対いります。よかった、変えてよかった。梅雨の時期の私の味方。これヘアトリートメントです。もう何回もサブちゃんで紹介してるし、めっちゃこればっかり買ってる。アンドハニーの超しっとり EX ディープモイストヘアオイル 3.0。 特にパサつく髪を、私もう何年前からだろう、なんかドラッグストアでヘアオイルって言ったら結局これにね、行き着いてしまうんだよ。ストックもあるんだけど、切らしたくないからまた買っちゃった。
私みたいにちょっとパサつきがちな髪の毛の人にはすごいいいと思う。蜂蜜由来の美容ヘアオイルっていうので 90% 以上が保湿&保護成分、超しっとりまとまるっていうので、そうで、私さ髪の毛をね、またハイライトをチラリと入れたんですよ。夏だからちょっとね動き出そうと思って、でブリーチをね細かく細く入ってるので傷みやすいというか、ケアしてないとパサつきがちなんですよ。そう、そういう時にこの子はいいですね。もう何本目って感じ、多分合計で10本以上は買ってる気がする。なんだかんだドラッグストアでヘアオイル迷ったらこれって感じですね。次、こちらザ・セムのコンシーラー。これはねこのラベルに惹かれて買いました。私さちょっと前にも言ったけど、ダニにさほっぺたを食われちまいまして、ここにねもうだいぶね薄くなって見えなくなってきたんだけど、ここにねまだねあざっていうか跡が残ってるんですよ。やだわ、ダニってそんな強いん？ファンデーションでもある程度は隠れるようになってきたんだけど、なんかやっぱりねこう肉眼だとちってね、うっすらこう黒いほくろまでいかない、なんか濃いめのシミみたいな感じに見えるのが残っちゃってたんで、コンシーラーを買いました。で、アットコスメコスメアワード殿堂入りだって、1位とかじゃなくてもう殿堂入りしてるやつなんで、なんか昔も使ったことあるような気がするんだけど、リッチベージュっていうカラー、これはねもしかすると本当なんか一時期本当よく見てたから、それこそね殿堂入りの商品なんですかね。こんな感じのチップで、ちっちゃいけど結構使えるんだろうな。あ、そうこういうねちょんちょんちょんってやれるのが欲しかったの。輪郭を動かして、あ、いいかも。このね速乾性っていうのが欲しくて、なんかやっぱりさこれから夏だからさ、ただでさえさ油汗が出てきてさ、油汗とか言ってなんかおじさんみたいな表現いやでもさ、まあこうさギトギトしたさ汗が出てきちまってさ、よれるわけじゃない。そうって思ったら、この速乾すぐ乾いてくれて、うん、なんかこう他のメイクに影響しない速乾っていう文字に惹かれて買いました。これもいいでしょうね、もう殿堂入りですから、よかよか。あとはですね、私の鬼リピ商品こちら、これめっちゃおすすめ。キュレルのローション乳液タイプ、この青のボトルのやつ、これめっちゃよくって、これ顔体用っていうので、キュレルって本当なんか私勝手に絶大な信頼を置いているんですけども、乾燥性敏感肌の方向けっていうので、そうこれね赤ちゃんにもね使えるっていう感じなの。なんか赤ちゃん用とかペンって書いてないんだけど、裏にね赤ちゃんのデリケートな肌にも使いいただきますっていうことで書いてるから、娘と一緒に使ってます。で、私産後ダイエットをしてた時にね、特にラスト1ヶ月、まあラスト100日っていうのはめっちゃ体のねマッサージ頑張ったの。ほんとすごくむくみやすいっていうのもねもともと体質であるので、そのむくみをしっかりとって、こう張り、余計な体の筋肉の張りとかお肉の張り、そういうのをね取るためにねすごいマッサージ頑張ったので、いろいろやって、なんかマッサージオイルとかクリームとか使ってきたんだけど、このキュレルのねこいつがねすっごいちょうどいいの。しっとりしてくれるし、ベタつかないし、サラッとしてるけど保湿力もある、かといってなんかこうペタペタする感じじゃないんだよね。そうだから今もリビングに1本あるし、お風呂場にも1本あるし、追加で2個買ったもう結構ヒット。いろいろこういうねボディーローションとかボディーオイルとかマッサージオイル使ってきたけど、なんかすぐ手に入るし、肌質もね選ばないというか、敏感肌用に作られてるっていうのもあるから、結構大抵の人いけんのかなっていうのもあるし、家族で使えるし、顔体用だからさ顔にもいけちゃうっていうので、マッサージするのにめちゃくちゃねなんかちょうどいいテクスチャーな感じので、時計に塗っちゃった、時計はマッサージしなくていいのよ。そうで、こうポンプ式だから、大容量でポンプ式だから、こう全身にしっかり使える、で伸びもいいし、サラッとしてるし、夏場とかね結構ペタペタ系のねローションは嫌だなって思っちゃうんだけど、これ夏冬どっちもいけるなっていう感じ。めっちゃ久しぶりになんかドンピシャに出会ったなと思ってそうで、なんか塗ってる間に乾燥してきて滑りが悪くなったりとかさ、
しちゃったり、なんかボディーローションって本当ね、難しいんだよねって私は思っててずっと。なんだけど、もうすっごい私的にちょうどいい、保湿もしっかりしてくれるし、マッサージしてる間乾燥して滑らなくなるとかもないし、かといってずっと鬱陶しくもないちょうどいい距離感、ありがとうありがとう、キュレルさんありがとうございます。これローション難民になってる方すごいおすすめです。ドラッグストアどこでも売ってるから、ぜひ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 です。次、これは私お試しで買ってみました。ソフィーナの IP リニュームースウォッシュ、炭酸の洗顔料ですね。プシューってなって泡もこもこになってシュワシュワってしながら洗顔するやつ、一時期めっちゃハマっていろんなの試してて、これは初めてな気がする。そう、やっぱね、炭酸系の洗顔って本当にくすみぶっ飛ぶのね。そうだから大好きで、ただなんか使いすぎちゃう、そうなんかすぐなくなるんだよねなんか意外とこうプシューってやってたら、モフ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 ってやってたら結構消費量が多くって、あっという間になくなっちゃうから、なんかなくなっちゃってたので、そのうちちょっと忘れてたんだけど、これはお試しの10回サイズっていうのがねあったので買ってみました。よかったらでっかいの買おうかなと思ってます。そして、あと私の大好きなシャンプー、そう夜のシリーズですね。みんな大好き夜のシリーズのシャンプー&コンディショナートリートメントかの、これね限定のやつ買ったんですよ。夜チュベローズカームナイトリペアヘアケアセット、言いづらいの山のごとし、夏限定のアロマティックフレグランスです。睡眠前に安らぎのひとときをということで、ベルガモットの香りだって。ベルガモットがどんな香りかは分かんないんですけど、竹が可愛くて買いました。トロピカルな感じでなんか夏なんかちょっとハワイっぽいっていうかね、なんかこうちょっとギャルみを感じたんで竹買いしました。で、私夜のこのね、何シャンプーとトリートメントシリーズはもう大好きで、それこそ鬼リピして買ってる。もう普通の青のね、一番スタンダードのやつは何本買ったのかなっていうくらい、すごいやっぱり修復率が高い、いい気がする。私の部屋髪に合ってるのかな、こうパサつきがちな私の髪の毛をしっかりこうまとめてくれて、なんかまとまりすぎちゃうくらい、なんか量をしっかり適量使わないと重くなっちゃうくらいしっとり力がある。しっとり力っていうか保湿力というか、こうまとめてくれる力があるんだよね。そうだから大好きで、今回ちょっと違うパターンが出てるっていうので買いました。やっぱシリーズでいいと買いたくなりますね。そしてラスト、ラストはですね、久しぶりにケイトのリップモンスターを買いました。スフレマットっていうなんかシリーズが出てて、色味がねピンクで、ちょっと試し塗りしてないんですけど可愛かったの。色味の名前が羊雲のゆりかご。え、何色何色、めっちゃ可愛い名前だけど何色かわかんない。こんな色です。あーら、あーら、大人っぽい、大人っぽいね。こんな感じの色で、ちょっとマットですね。でもなんかこうじゅんわりした感じで、ちょっと青みっぽいのかな。なんかすごいこうがっつりつくっていうよりかは、ほんとマットに薄付きって感じですね。やっぱりリップモンスターってね、持ちないで有名なので、ね、私も2本くらい持ってるけど、このマットタイプ、まあ、夏とかのメイクでね、なんか目元はちょっとラメっぽくして、唇はマット系とかなんかいいんじゃないでしょうか。はい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 、うん、自然ですね。ちょっと青みピンクっぽい。どう、ちょっとお風呂場のオレンジの光でちょっと私よく描かないと。え、ちょっと青い。お洋服変えたりとかしたら合いそうかも。ちょっと今の服には合わないかな。へえ、へえとか言ってマットでーす。これはこれでなんかそういう白 T とかの方が合いそうな気がする。感じでございました。リップモンスターやっぱり落ちないっていうのがなんかね、ありがたポイントなんで、ちょっとこの夏落ちないメイクに役立てていこうと思います。ということでですね、私のめちゃめちゃ本当に日用品の購入費でございました。
どうなんでしょうか。本当にでも日常で買ってるものなんで、何か、あ、でもこういうのとかね、おすすめなので、ぜひ皆さん迷子がおりましたら、おりゃったら嬉しいです。ということで、最後まで見てくれてありがとうございました。サブちゃんこんなん見たいよみたいな、ここの購入品見てみたいとかね、リクエストがあればぜひぜひ送ってきてください。私も皆さんのねリクエストを元に動画を作るのがすごい楽しみなんで、ぜひコメント欄に、まりなちゃんこれ食べてみてとか、ここ行ってみてとか、こういうところ見たいとかございましたら、ぜひぜひコメントで教えてください。じゃあ最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあまたねI just wanna be